ありますよ。こんにちは。ということで、川尻蓮 in コリアです。はるばるやってきました。何をしに来たかというと、DXTEEN の、収録曲の振り付けをさせてもらったので、今日初めて振りをね、振り付け師として教えに来たという感じでございます。シーズン2に出てた4人はね、ライブ見に来てくれたりとかで、会ってたんですけど、新メンバーもいるということで、すごく楽しみです。じゃあ早速、韓国すごい寒いんでね、入っていきたいと思います。韓国でいうと、旧正月、すごい大きなお休みの日らしくて、その日まで練習してて、ね、偉いですね。はい、よし、じゃあ準備できたみたいなんで行ってきたいと思います。おはようございます。おはようございます。水曜日の日付させてもらった自分の川尻蓮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホッカーイ。じゃあ僕たちも挨拶させてもらっていいですか。せーの、For a dream! DXTEEN です。よろしくお願いします。じゃあ1番だけ乙女。はい、この感じで揃えたらいいんじゃないみたいなっていう目指しをちょっといっぱい仕込んでみたので探してほしいです。まだ時間はあるので。
いいペースでいけてると思います。なるほど。僕、福岡。あ、福岡です。やったー。会えた。僕、栃木。栃木。栃木っぽく初めて栃木こんないい栃木っぽい。めっちゃ栃木っぽいの。2番やっていこうか。はい、はい、みんなで決めたいんですけど、サビ結構さ、フッとかさ、パーってこう、このアタックを入れるとこ、何の人かあれやろ、はい、そこをちょっとみんなで決めよう。はい、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 感じというか、デビュー前っぽい感じというか、もう僕らは結成して3年も経ったし、いろんなジャムのみんなに支えられていろんなお仕事をしてるんですけど、やっぱりデビュー前はプロトスターを作ることだけ考えて制作をしてた時期も僕らもあったし、その時を思い出せたというか、あ、プレワンもこんな時期があったんだっていうふうに見れると思うので、僕にとっても、うん、あの皆さんにとってもすごい面白いし、いい
なと思います。みんな本当に可愛いですね。若いし、あと合間にいろいろおしゃべりもしたんですけど、料理が好きとかゲームが好きとか、こういろんな共通点もあったので、日本に帰ったらみんな寿司が食べたいって言ってたので、あの寿司を食べさせてあげたいなと思いました。連絡してね、DXT。 ありがとうございました。